っち反対側ですね。でも雰囲気、同じ雰囲気ですね。ほらやけど。対岸まで端からあるんですよ、こっち。こっちには、なんか、野菜を作ったときの話だけど、どこ作ったのかな。見えんけど。うん、しくつまんないな、どこですか。ここ。そこに行きは止まりましょうか。金がない。情けねえ。いやいや、あの、郵便局ありますからって、下ろしてきます。あ、ここのがだいぶ待ってやな。まあ、片付いてる。え？まだ片付いてる、ここの方が。ない。すまないやと。お客さんもらうの。あ、こんな座布団も使ってる。すごい。お本のためにえ？今日はここに予約しましょうか。また来るんか、金持って。いやいや、あの、そこの、あの、郵便局があるじゃないですか。あっこで下ろしてきますか、ね。郵便局はあかんねんって。郵便局、俺、何やろ。俺、何ですか。郵便局の。郵便局はどこでも下ろせません、どこの。郵便局がない言ってんの、俺も。口座に金が入ってない郵便局。何言ったんですか。だから、口座なくても、よその口座のやつが下ろせますよ。じゃあ、わかりました。あ、そうか。はい。ゲソな、下ろせる。どこでも下ろせますよ。コンビニでも下ろせますし。ゲソなってある。ゲソな？近畿。ああ、近畿が微妙なところです、いつが。それは見らなきゃわからない。微妙なところですよ、それ。あの、住友。知人やからね。それは、なんか微妙なところです、いつが、うん。たまにありますよ、下ろされるっていうのは。知人やから。同じ銀行なのにね。なんでですかね。こら、あの辺なんかいい、あそこまで家ありますね。